カール・アンドレアス・スコリーは、スイスのピアノ奏者、クール出身。幼少期より、教会オルガニストの父カールとカール・ゲルナ・ヒャーに、ピアノの手ほどきを受け、チューリッヒ音楽院でハンス・シカー、ベルンで、カール・エンゲル、ルツェルンで、ミエチスワフ・ホルショフスキの各種の訓導を受けた。1990年には、スイス銀行主催の音楽コンクールで優勝し、1991年には、 ベルン音楽院からエドゥアルトチミショを送られた。1991年から、チューリッヒ音楽院で教弁を取る。カール・アンドレアス・カリ。2019年7月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年7月20日閲覧。アーカイブ2019年3月2日、ウェイバックマシン、カール・アンドレアス・コリー。2019年7月20日時点のオリジナルより、 アーカイブ2019年7月20日閲覧カール・アンドレアス・カリムジッカー・ムジークテイ・タンバンクラジオスイス・クラシック2019年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年7月20日閲覧2007年から中立非芸術大学に開装アーカイブ2019年1月8日ベーバックマシンありがとうございます